皆さん、こんにちは。カシバゴスペルチャーチの井伊守です。今日も、リビングライフを用いて、御言葉に向かいましょう。9月9日土曜日、成長する信仰、愛による熱心な奉仕。聖書箇所は、ヘブル人への手紙、6章の1節から12節となります。 ヘブルビトへの手紙、六章、一節から十二節ですから私たちは、キリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの回心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど、 基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。神が許されるなら先に進みましょう。一度光に照らされ天からの賜物を味わい精霊に預かるものとなって神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で堕落してしまうならそういう人たちを もう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、晒し者にする者たちだからです。たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで、耕す人たちに有用な作物を生じる土地は、神の祝福に預かりますが、茨やざみを生えさせる土地は無用で、 やがて呪われ、最後は焼かれてしまうのです。だが、愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方については、もっと良いこと、救いにつながることを確信しています。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。 あなた方は、これまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって、神の皆のために愛を示しました。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果、怠け者とならずに、信仰と忍耐によって、 約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです今日の箇所では五章の終わりからの続きのような成長していくことについての進めがなされています一節ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかとあります前に向かう信仰生活 これが標準ではないでしょうか健全な姿ではないかなと思いますね。成熟を目指して進もうではありませんかと。まあ、基本的な距離は大切ですよね。ここでも死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きとかいう形で書かれてありますが、基本的な距離はもちろん 信じたときはしっかりと学んで教えられてということです。でもそれを信じ、確信したならばそれを土台にしっかりと今度は立て上げていく。前にさらに進んでいく。まあそういう信仰を持ってこの3節にあるようにですね。神が許されるなら先に進みましょう。先に進んでいく。前に向かってなんです。この方向性を持ち続けていくことが 大切なことですよね。教えられたことを土台にして、気持ちとか感情ではなくて、見言葉によってです。いつもなんか気持ちや感情によって引き下げられたり、もう救いがなくなってしまったことになってしまったり、ほんまに救われてんかなとなってしまったりじゃなくてですね、それを気持ちや感情でただぐるぐる回すのではなく、見言葉によって立っていく習慣を身につけながら、 前に向かってそして立て上げていくという方向性を私たちは大切にしたいなと思うんです。パウロはですね、その書簡の中で信仰者を建物に例えて語っているんですね。第一コリントの三章10十11節にこういう見言葉があります。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に 家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。イエス様を信じた人は皆イエス様という土台を持っているんですね。ですから今度はその土台の上に建て上げていくことをもちろん自分の力でするのではありません。御言葉に助けられながら、そしてうちに 精霊様が住んでられるので、彼は助けてです。助けてくれるんです。一緒に立て上げていく信仰を持って進んでいくんです。皆さん街の中を見てですね、例えば家を建てようとするそういう土地が用意されていて、基礎工事だけを済ませた後、何週間も何ヶ月も放置されているようなものを見たらどう感じますかここなんか問題あったんかなって思わないですか 資金不足か、資材が滞っているのか、提供がですね。あるいは業者さんが失踪したのかとかですね。なんか考えますよね。ここずっと基礎が据えられたまま一個も立て上がっていかへんなって。最近はもう家は早いですよね。2ヶ月、3ヶ月ぐらいしたらもうばーっと立っていってしまいますから、見てる、見る見るうちに出来上がっていきますよね。でもそんな中にあってポツンと、 この場所だけずっと基礎だけ据えられたままやなってなってたらやっぱりいぶかしく感じるものじゃないでしょうかね。そのまま放置してるとまた雨風でゴミも溜まっていったり、あるいはもうその辺のね土が流れ込んできたりしながらこう、いつの間にかもう基礎も隠れて、埋もれて隠れてしまうかもしれませんね。そういうことを考えるとき、信仰生活も ほったらかしにしていると、同じようなことが起こるんじゃないですか。せっかく土台が据えられ、確かな建築士が、ね、現場監督である精霊様も送ってくださって、設計図通りに建て上げようとしているのに、そこに協力がなければですね、建て上がっていかないんですよね。街で見かけるそういう基礎だけで放置された、そのようなものに、私たちはなってはいけないんですよ。 しっかりとこの方と一緒に立て上げることを通して人々に、この世界に神様の栄光が表されていくんです。この家を建てるのは神様の栄光に関わることですから一緒に立て上げていく必要があるものですね。どうでしょうか。四節以降はですね、まあもっとそれよりもひどい状況をですね、放置し停滞するということは 交代することと同じようなことです。どんどんとバックスライドしていくんですよね。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、精霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった上で、堕落してしまうなら、と書いてます。ね恐ろしいことです。バックスライドし、もう何か訳はわからなくなってしまえば、聞いた福井の力もですね、 もう鈍くなって効き目がなくなってくるんですそのような状態になるほどまでに後退すること後退をもたらす停滞に止まることは危険なことです霊的な危険危機管理ですよこれはしっかりともう一度私たちも前に向かって成熟を目指して時代のせいにしていないでしょうか環境や状況のせいにしていないでしょうか自分が置かれた人生の 何かすべてのいろんなことが言い訳になっていないでしょうか神様、イエス様、十字架、福音はそれを乗り越え、解決し、前進させる力がないんでしょうかそのように考えていくとき、私たちの人生、この信仰生活は前に向かっていく光を見出すに至ると心から信じています。不信仰に止まることは大きな損失ですね。 それは本当にもったいないことです。今日、今、この時からでも、信じるに早く会ってください。そして一度信じたのであればですね、信じ続けてください。そしてなお信じて、イエス様と一緒に前に向かって進んでいくんです。精霊様は内側でそれを助け、導き、御言葉を開き、日ごと、このように御言葉に向かっている中で働いてくださり、私たちに命と潤い力を与え、 光で照らし、前進させてくださる。そのような豊かな働きをなしてくださるお方です。心から信じましょう。自分じゃありません。神様をです。イエス様をです。精霊様を心から信じて、私たちは一緒に前進することができます。そのような中にあって、旧説からは、まあ、この当時の人たちもいろいろあったんでしょうが、こう書いてます。 だが愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。いろいろと憂慮する思いはありながらもですね、期待しているんです。あなた方はいろんなところを通っているかもしれない。しかし、期待しています。これはこの著者だけの期待ではありません。神様が期待しておられるんです。私が与えた救いは、私が据えた土台は、 私が送った御霊はあなた方の中で息づいている。だからいろんなところを通ってもなおあなた方は続けて私を信じて歩くことができるでしょう。そのように言っているかのようです。たとえ今は幼かったとしても、幼い信仰に止まっていたとしても、前にゆっくりとでも進んでいくならば必ず人は成長します。誰でも成長の可能性があるんです。 これは私たちに中にある生まれつきの可能性ではなく、イエス様を信じたところから来る天よりの可能性なんです。ですからそれを大いに受け取っていただきたいなと願うんですね。諦めるそうになるときも諦めたらダメです。投げ出しそうになるときも投げ出したらダメです。最後まで忍耐して歩むならば必ず約束のものを受けていきます。私はあるときですね、あるリーダーシップの本を手に取って学んでいこうと思いました。 自分のリーダーシップを成長させたかったからです。そして読むごとに進むごとにですね、いろんな原則が書いてあるんです。もうそれを見るごとにですね、あまりのハードルの高さにですね、もう本投げ出しそうになりました。もうれは無理やと。絶対できへんと思いました。それでも読み進んでいたんです。とにかく読むことはしてみようと読み続けました。あるもう半分を過ぎて最後の方です。一つの原則が書いてあったんです。それは持久力の原則という単元でした。そこに来たとき、 それをずーっと読み進めた中で、あ、これは、これやったらいけるかもしらんと思ったんですね。それはなんて書いてたかというと、いろんなこと書いてましたけど、その単元の最後の方に、自給力はやめなかったらつきますって書いてたんですよ。<laughs> これやと思いました。せめてこれだけはさせてもらおう。やめなかったら、イエス様を信じるのはやめない。聖霊様どうか助けてください。私が与えられた教会での務め、まあ私は牧師ですから、 牧師はやめない。<laughs> 与えられた勤め、教会における働きにおいて、主がなせと言われるまで、召された時間までは、主をなすことができるように助けてください。そんな風に祈りながら、その本を閉じていったのを覚えています。また時が来たら、その本を広げて、他のところも受け取りたいなと思ってますけれども、その時は、そのことだけを受け取りました。今朝、皆さん、私たちは、 主にあってやめないということを受け取ることができます。そこから次のことがどう導かれていくかは様々ですけれども、まず一つ、やめない。このヘブル人への著者がですね、この人たちに送ったように、最後まで行きなさい。やめずに続けなさい。そこに一緒に泊まりたいと思います。 イエス様を信じて忍耐して待ち望むならば必ず希望が生み出されていきます。ローマ人への手紙の御言葉を読んで祈りたいと思います。5章の3節から5節です。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。 この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。お祈りします。主イエス様、あなたの皆をあがめます。十字架は確かな救いの源。私たちはそこにつながり、なお続けて歩んでいます。どうぞあなたが最後まで行かせてください。 信仰に伴う忍耐、希望に至るすべての生み出しの中にあって、聖霊様、あなたが神の愛を注ぎ、助け導いてくださいますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。